WC 慎介です。今日はですね、ベッターさんの企画で日本人観光客を騙してみようと思います。その騙す方法というのがこちら、どうぞ。ビンです。この背負うのね、ビンさんが日本人観光客の前に現れます。まあ、どうやって現れるかというと、日本人が選ぶベトナム有名人、このイケメンを日本人観光客に選んでもらおうと思います。イケメンナンバーワンで聞いて、まあこんな選ぶじゃないですか、この辺を。でビンさん本物がそこに登場。登場するよ。どうなるか検証してみます。日本人観光客の方、見つかりました。ベトナムのイケメン有名人という方がこう6人いるんですけど、好みの、はい、はい、あ、せーの、せーのでいきます。じゃあ、いきましょう。せーの、ドン。あ、私もね、悩んだ。渋めのミンミンさんと、あ、確かに日本人っぽいですね。あー、え、ちなみにこのビンビンさんは誰？いや、だから誰ってこと、有名人ですか？はい、有名人ですよ。おじいちゃんじゃないっすよ。全然、超有名っすよ。ブサイクっすか？いや、なんかヘルメットがね。いや、これが…誰がブサイクね。誰がブサイクよ。私の名前はビンです。ビンさん、ビンさんでまして、何これ、ブサイクじゃない、おじいちゃんじゃないから。おじいちゃんじゃないよ。まだね、若いよね。誰、誰選んだ。あの、ソン・トゥンさん、モモクさん、ソン・トゥンさん、リサコさん、ビン・ビンさん、なぜ選ばない。え、私、なぜ選ばない、私を。ビンさん、お金持ちよ。一番お金あるし、一番かっこいい。何で？え？なぜ？日本人だよ。背負うのおじさんに扮して、あの、カズって言うんですけど、カズが皆さんを驚かせに来たっていう。ねえ。やばい。ドッキリ大成功。日本人観光客の方、見つけました。すごい。そうですね、リンさんですね、はい、あ、俳優のホイカンさん、はい、超有名人、はい、一番いい。でもビンビンさんも結構有名ですね。僕もこれいいと思うね。これいいと思う。これが一番かっこいいね。これだよ。これだね。これだよ、これ。ホイカンさん、これだよ。ホイカンさんだって言ってるよ。どうも、はじめまして、ビンです。この人一番いい、一番かっこいいね。間違えた、やり直し。え、やり、これ一番かっこいい。本当に、本当ですか。嬉しい。2番、一番。え、こう実際を見てどうです。こっちのがいい。こっちが良くて、さらに3番だけ。1、2、3、4。ドッキリ大成功。せーの、ドン。なんで。あ、これの、フイさん。なんで笑ったの。ナルちゃんなんでヘルメットの人。いや、めちゃくちゃ有名ですよ、この6人の方。はい、有名な人なんですけど、一番こう人気がなかった人なんですよ、今までこう人気来た中で。あら、なんか自然、みんな決め顔だけど。あ、はい、自然体で。あ、なるほど。自然体の、あの、日本の有名人の子がじゃ好きなんですか。日本の有名人は誰が好き。ちなみに、はい、全然違うやん。全然違うやん。ビンビンさんだったらもう抱かれてもいいぐらい。そうですね、手繋ぐぐらいなんかな。あ、手繋ぐぐらいやったら OK、 ビンビンさんと。でも、あ、でもタイプってことですもんね。それはだって、そこから手繋いで
こうデートしに行ってもいいっていう感じですよね。会ってみないと分かんないですけど、ね、ちょっと後ろを見てもらっていいですか。私はビンです。ビンビンさん。それが出ています。あれなんか違う。え、ビンビンさんですよこれ。ビンビンさん。ビンさんビンさん。私。違います。加工した？いやいや加工してない。もうリアルに出てきたビンさん。全然違うもん。いや一緒。これ一緒？一緒。これ一緒。一緒。ただ。ただ一つ嘘ついてるのは日本人っていうところだけ。日本人ですよ、はい、日本人なんです、はい、ドッキリ大成功。どうですか調子はビンさん。いやもうすがすがしい気持ちです選ばれたら。マジで正直本当にあの恋した時のときめきぐらいドキドキしました。もうなんかその日本人じゃないですかこれ。いやだってそんな選ばれると思わないですから。嬉しいわ。一番ベトナム来て嬉しいかもしれないです今日が。せーのドン。おおおー、この人だったらじゃあめっちゃタイプっすか。じゃあもう今日一夜共にしてもいいかなぐらいの。あそこまではないけどでもすごくタイプ。3回目ぐらいでいい、いける。マジっすか。3回目のデートでもう行っちゃう。うわーそれはそれすごい好きですね。ちょっと後ろを向いて笑っていいですか。はじめまして、ピンです。3回目デート行けば、あのその後、もうベッドイン。ピンさん見てどうですか、実際。え、実際見てもかっこいい。焼けてる人もかっこいい。あ、確かにこの中で一番焼けてるかも。一番焼けてる。なんか自然光で焼けてる感じが。自然光で焼けてる感じ。渡辺さん、思いますか。日本人ですよ、私。ほら、見て、全然白い、白い。白くない。日本人なんですよ、実は。実は、僕らも吉本のお笑い芸人で、WEC ってコンビで、こっちでベトナム人向けに活動してるお笑い芸人なんですよ。そうなんです、ちょっと、はい、撮れなかったけど、撮れる。本当だ。撮れる。やだ、目じゃないですか。自然光、目を失わか。自然光で焼けたからいい。自然光で焼けた。塗ってる自然光で焼けたから。ドッキリ大成功。せーのドン。あーなるほど。ちなみにこの方はどうですか。ビンさん、ダンディすぎる。ビンビンさんはどうですか。ビンビンさん普通ですか。かっこいい。誰が普通でかっこいいね。かっこいいでしょ。誰が普通よ。びっくりした。怖い。普通ですか。え、なんか、はい、日本のタレント誰かいます。誰ですか。アイドルのなんかよく言おうとしてません。アイドルのとかなんかさっきまで普通とか言ってたのに。誰びっくりしてます、はい、え、実物見てどうですか。この6人の中で実物見て思ったより黒い。じゃあ改めてちょっと選んでください。せーので指さすね。せーの。ありがとう。ありがとう。めっちゃ空気読める日本人だ。ドッキリ大成功。はい、ドッキリ企画終わりました、はい、終わりましたよ、はい、これね、結果選ばれるというね、はい、結果選ばれましたよ、B さん。いや、ちょっとね、はい、みんな冷静に考えてほしい、はい、この並びで、うん、勝ってんだから、俺が。まあね、でもあの女の子2人は、まあ、気を使って選んでくれてた。いや、けど他にも選んでくれてるから本人を、B さんいけるな。ビンビンさん、じゃあちょっと天下取れる。うん、取れる。ビンビンさん、このままいけるんじゃない。じゃあいけるね。いけるね。
呼んでるわ俺を呼んでるな日本人がヘイ日本人探して行ったはいじゃあもうビンさんこの後も週刊ベッターでまた出てくるかもしれませんので皆さん注目してこれからも週刊ベッターよろしくお願いします